あんた強いんだろ。なんつっても有名人だもんな。目障りなんだよ。来るなら容赦しねえぜ。最近噂の黒木影ってのはお前のことだった。じゃあ凪は一体。待てよ凪、お前に聞きたいことがある。答えてくれるよな。お前から感じるその気は、畜生、なんてこった。シオン、いや、生まれ得ざるものだな。またしても、貴様か。てめえ、ナギに何しやがった。悪いが、私の敵は貴様などではない。どいてもらうぞ。なあおっさん、ここには一体何があるんだ。凪も生まれ得ざる者もここを目指していた。もしかして最近の事件と何か関係があるんじゃないか。あなた、生まれ得ざる者を知ってるの？マナ！あ、お前には関係のないことだ。お引き取り願おう。なあ、おっさん、いい加減教えてくれてもいいんじゃねえの？どうしちまったんだ。生命力が作り出したこの星で不良になった生命や星に害をなす生命を淘汰するための存在なの。あの生まれざる者も昔竜に淘汰された存在ってわけだな。はい、その通りです。でもよ、凪のやつが生まれざる者に操られていたのはどういうことだ。あの凪って女の人は1年前に復活した生まれ得ざる者を倒すためだけに力を与えられたの。その力は生まれ得ざる者を模したものなんだけど、力と一緒にほんのわずかながら意志まで模してしまっていたの。なるほどね。そこをつけ込まれて体を乗っ取られちまったわけ。しかしそれほどの力を持った竜をよく俺なんかが倒せたな。封印が完全に解けたわけじゃなかったから本来の力ではなかったと思います。じゃなきゃ
私の力じゃ再封印なんてできなかったと思うし。マジかよ、おっかねー。けどいつか全力の竜ってやつと戦ってみてえな。そんなダメですよ、そんなの。冗談冗談、そんな怖い顔するなよ。もう、おっさん、目覚ましたみたいだぜ。おはよう、両方。よく眠れた？ああ、まあな。